延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は第55回延岡西日本マラソンについて、アスリートタウン推進室の大谷雄介さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ今週末は延岡西日本マラソンが開催されますね。はい、今年の延岡西日本マラソンは2月12日日曜日の12時5分に延岡市役所前をスタートします。日向市原町交差点を折り返して延岡市役所に戻ってくる 42.195km の日本陸上競技連盟公認コースが舞台です。市制施行30周年を記念して始まった本大会は、半世紀の歴史を重ね、多くのドラマと幾多の名選手を輩出してきました。では、延岡西日本マラソンの特徴を教えてください。はい。延岡西日本マラソンは、福岡国際マラソン、別府大分毎日マラソンと並ぶ、九州三大マラソンの一つです。トップアスリートへの登竜門として毎年熱戦が繰り広げられています。過去には宋兄弟や川島真嗣選手などの日本マラソン界を代表する名選手が数多く出場しています。今大会は24人の招待選手と38人の女子選手を含め、33都道府県と海外1カ国から579人のエントリーがありました。新進気鋭のランナーたちが素晴らしい走りをしてくれるものと期待しています。選手の皆さんにはぜひ熱いレースを展開してもらいたいですね。旭化成陸上部からも出場するそうですね。はい、今大会では前回大会に続き大会連覇を目指す松尾良一選手が招待選手としてエントリーしています。旭化成といえば元日に行われたニューイヤー駅伝で18年ぶりに優勝していますので、期待も大きいですね。ぜひ地元選手のガッツポーズが見たいですね。では他の有力選手や今大会の見どころを教えてください。はい、箱根駅伝での活躍も記憶に新しいホンダの服部翔太選手、昨年の九州実業団毎日駅伝でチームの優勝に大きく貢献した三菱日立パワーシステムの定方俊樹選手がエントリーし、実力のある若手選手を中心に好レースが期待されます。また53回大会からシドニーマラソンとの交流が始まり、オーストラリアからギャリー・マリンズ選手が出場します。また選手に注目が集まる中、なんとリオオリンピック男子マラソン代表の佐々木悟選手がペースメーカーを務め、25キロ地点まで先導しますので、今大会はペースメーカーにも注目です。そしてペースメーカーが離れた後の選手同士の駆け引きやスパートを仕掛けるタイミングなどはレース最大の見どころとなります。終盤の区間では予想できないドラマが待っているかもしれませんね。ゴールまで目が離せない展開が期待できますね。そうですね。今大会も UMK テレビ宮崎や沖縄県を除く九州内のフジテレビ系列にて12時から熱戦の模様が生中継されます。また ES フジで大会当日の23時から90分のダイジェスト版が放送されます。選手にとって力になるのは皆さんの声援です。沿道に足を運んでいただき、選手の皆さんに追い風となるよう大きな声援を送っていただきたいと思います。そして選手と沿道の声援が一体となった延岡西日本マラソンの魅力を全国に発信しましょう。ぜひたくさんの市民の皆さんに応援してもらいたいですね。今大会もマラソンプラザが設けられるそうですね。はい、毎回好評いただいているマラソンプラザをスタートフィニッシュ地点である延岡市役所前の第一駐車場に開設します。
このマラソンプラザには190インチの大型モニターを設置しますので、レースの模様を生の迫力でご覧いただくことができます。また延岡観光協会による地場産品の販売や番組協賛スポンサー各社による飲食コーナーなども設けられますので、ぜひ会場にもお越しください。では最後にレース中の車両交通規制について教えてください。はい、まずスタート及びフィニッシュ地点の市役所前中町通りで10時30分から16時40分まで規制が行われます。そして国道10号では往路の塩浜町神田川交差点付近、日向市千ヶ崎交差点、折り返し地点となる日向市原町交差点、袋の門川町延岡南道路入り口でご覧の時間に規制が実施されます。この他のポイントでも規制が実施されますので、皆さんにはご不便をおかけいたしますが、選手が安心安全に走れるようご理解とご協力をお願いいたします。今回は第55回延岡西日本マラソンについて、アスリートタウン推進室の大谷雄介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は延岡市の企画・制作で延岡市政だよりをお送りしました。